っかい鏡がね、こっちについててね、多分バレエスタジオかなんかじゃないかな。踊れそう。ステンドグラスもあって、いやもうこれちっちゃいコンサート開けるよ。スタンドウェイの空港なんていつぶりだろう。いやー、オーラあるね。とりあえず環境は最高なんで、ラフマン、チャイコ、練習していきましょう。使ってるかな、そんな気がする。もうちょい行ってるかな、20年。
様、ここまでお付き合いくださりありがとうございます。今ね、2時間ぐらいいたかな。ちょっと休憩しましょう。いやー、このサイズのねピアノになるとね、楽しいんだけど、その反面音のコントロールが難しい。響きがもううわーってさ、もううわーって響きがいくからさ、いやー難しいですよ。もうこの辺の背中全部使ってるっていうか、明日なんかもう筋肉痛なんじゃないかなみたいな。いやーでも楽しいっすね。じゃあね、ちょっと甘いもん買ってきたんで、いつものごとくちょっとエナジーチャージして、シュガーチャージして第2ラウンドやっていきます。そんじゃまた後で。
お疲れ様でした。時刻はもう11時です。ちょっと疲れましたね。いやでも楽しかった。もう全部のエネルギー使いました。今日はね、久々にスタンウェイのフルコン、まあ少し古いピアノでしたけど、それでもフルコンのこのスタンウェイの響きがグワーンってもうたくさんエネルギーをシャワーのようにねもらいました。そう、それでですね、このブドウとパジャマチャンネル、今年の3月ぐらいからね本格始動していたわけなんですけども、やっと1000人超えることができました。皆さん本当にいつもありがとうございます。こうしてね今僕が活動できているのも本当に応援してくださる皆さんのおかげです。いつもパワーをたくさんいただいております。ありがとうございます。まだまだ半人前のねブドウとパジャマですが、やっとスタートラインに立つことができました。これからね一歩一歩皆様と共感できるクラシックというものをねテーマに掲げて旅をしたり音楽を弾いたり人生を歩みながら皆さんとこのチャンネルで人生のね1ページをシェアできたらいいなと思っておる次第でございます。ぜひね楽しみにしといてください。次回もね面白い動画お届けするんでね、ぜひチャンネル登録そしていいねボタン押してもらって楽しみに待っていてください。それじゃあおやすみなさい。バイバーイ。